月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。めっちゃ好きなのは伝わったので、まあ良かったんじゃないですか。まあただ小銭を選ばなかったことは絶対に後悔するけどな。覚えとけよマジで。いやーすごかったです。やっぱりなんかずっと見てきたんですけど、まあ自分が上がって戦うのと見てきたのでは全然やっぱ違うんだなっていうのをすごく実感しました。はい、
そうですね、すごい黒星つけてやるぐらいなことを思って、まあ、もちろん上がったんですけど、まあ今回は残念ながら黒星をプレゼントされてしまいましたが、まあ、今の実力を認めてここからどう上がっていくかだと思うので、皆さん楽しみにしていてください。スターダムのリングでは何を狙いたい、はい、何を狙いたい、うん、まずは私今まだフューチャーに挑戦できるので、フューチャーを最初に狙いたいなと。ただ期限が3年だから。そうですね、あと2、3ヶ月ぐらいしかないから。そうですね、その2、3ヶ月の間にこうどれだけ伸びられるかっていうところではあるんですけど、でも気持ちとしてはまず挑戦したいなと思っているのはフューチャーです。前にね、桜井選手、月山選手という元アスレスガールズが、はい、の選手が上がってるんですけど、はい、保護選手は意識します。彼女たちは、ね、後輩に当たるわけですか。そうですね、後輩に当たるんですけど、まあもちろん後輩なので負けたくはないっていう気持ちはすごく、まあもしかしたら誰よりも負けたくはない相手かもしれないんですけど、でもまあ彼女たちのこともなんだろう、すごく昨日セコンドついてで、なんかすごい頑張ってる姿を目の当たりにしているので、みんなで頑張っていきたいなと思います。トビエには入らないということですね。はい、なんか今そうですね、すごいなんか、はい、もう熱心に勧誘していただいて、SNS とかでもすごく勧誘していただいてありがたかったんですけど、まあ、私には入りたいところがあるので、はい、入りたいユニットがあるっていうのはある、あります。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。